はようございます、バンです。ポークルはリベンジ、8月、11日かな、開始したいと思います。
ながらちょっと今日も釣れなさそうですね。ラスト1にしたいと思います。実はですね、ラインが糸が途中で絡まってるんですよね。で、ルアーを投げるときに、シャカシャカシャカっていう音が聞こえてたと思います。これでは満足のいく、竿の振りができないですね。これラスト1にしようと思います。これは非常に残念だ。ちょっとね、どういう状況かちょっとお見せいたしますね。途中の、そうですね、4メートルぐらい、ルアーから4メートルぐらいのところで糸がね、おっとライズした。ここだ、この辺だ、こうなってるんですよ。見えますかね。で、ちょっと何度か復旧を試みたんですけども、もうガチガチに固まってしまって、もうしょうがないです。ここで切って、仕掛けを作り直していきます。というわけで、ちょっと今日も釣れなさ、釣れませんでした。これはね、またちょっとリベンジしたいと思いますね。なんかね、振っててね、竿をキャスティングしてて全然もう飛んでる感触がありませんでした。でも諦めようかなと思ったんですけども、めちゃくちゃいい時間帯だったんで、ちょっとそのまま続行して、でチャンスを伺ったんですけども、釣ることはできませんでした。ぜひともリベンジしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではでは。